舞ちゃんってすごくて、もう亡くなっちゃってね、ずいぶん経ってね、今から15年ぐらいも、俺に一番最初に言ってたのは、ヒデちゃん時代が変わるんだよ、これから時代は YouTube だよ。で、誰もその頃 YouTube なんて言ってないよね、うん、まあ、僕なんかテレビしか考えてないから、 YouTube って何、いや、いわゆるヒデちゃんがさ、企画書とか作ってさ、出してんじゃんって、あんなん出さなくていいんだよ、もう今日から始めていいの、何言ってんのと思って、今日やりたいものは今日できるんだよ、中山秀樹のチャンネルができるんだよ、どうやってって、それが YouTube なんだよって説明されて、一個も意味が分かんなかったんだけど、あの時やってたら一番最初だったよね。愛ちゃんはね、ずっと自分撮ってたんだよ、撮ってたでしょ、撮ってます。はい、だからあの映像どこにあるんですかね、どこ行っちゃったんだろうね。だからあれ、あ、 YouTube でやろうとしたんだ。